いつものプラーオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2019年モデルポルシェ911カレラ T タイプ991を紹介させていただきますまずお車の状態ですが特に目立つ傷はございません走行距離に関しましても約1 0 0 0キロ以下と 新車に近いコンディションを保った一台ですインテリアはブラックレザーとファブリックのコンビシートが採用されております911カレラをベースに軽量化また専用装備が施された911カレラ T でございますこちらのお車にはポルシェマストオプションであるスポーツクロノパッケージやスポーツエギゾースト GT スポーツステアリングなど 数多くのスポーティなな装備が施された1台となっておりますインテリアに関しましてはガーズレッドのカレラティーインテリアパッケージが用意されておりますので内装面もスポーティーに仕上がった1台となっておりますヘッドライトに関しましてはキセノンヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけます足元に関しましては 純正20インチカレラスポーツアルミホイールが装着されております。続きましてリア、紹介させていただきます。マフラーは2本出しのものが用意されており、スポーツエキゾーストが搭載されておりますので、重厚感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。エンジンは3リッター、水平対向6気筒のツインターボエンジンが搭載されており、 最高出力は370馬力でございます。続きましてインテリア、紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーとファブリックのコンビシートが採用されております。運転席、助手席ともに良好なコンディションです。ではエンジンを始動します。 ステアリングに関しましては3本スポークの GT スポーツステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。ナビゲーションに関しましては、純正の PCM ナビゲーションが装備されております。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されております。走行モードに関しましては、ノーマル。 スポーツスポーツプラスモードが用意されておりますのでより刺激的な走行が可能となっておりますこちらのお車にはスポーツエキゾーストも用意されておりますので重厚感あふれるサウンドをお楽しみいただけますスポーツクロノパッケージが用意されてお車ですのでセンターコンソールにクロックが用意され特別感のある一台でございますフロント両席に関しましては シートヒーターも完備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとは湧いたしません。今回は2019年モデルポルシェ911カレラ T タイプ991を紹介させていただきました。こちらのお車に関しましては、 走行距離約1000キロ以下と非常に低走行滑車両コンディションも良好な一台となっておりますスポーツ走行をお楽しみいただける1台ですまた GT スポーツステアリングやスポーツエギゾーストなどの標準装備に加えポルシェマストオプションであるスポーツクロノパッケージが装備されておりますのでより走行性能に特化した1台となっております 新車保証に関しましてもたっぷりと残っておりますのでご納車後も安心してお乗りいただけますお探しの方はお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします